突然の心停止に対応できる AED、自動体外式除細動機は、どの製品も同じではありません。デフィゴ s AED は、リアルタイムの指示と使いやすさで救助者をサポートします。医療関係者が推奨するメディテクデフィゴ s は、小児への出力を抑え、心筋の火けを防ぐための小児モードボタンを搭載しています。LED インジケーターは、指示に従うのに役立ちます。 パソコンへのデータ転送に赤外線を使用。二つの言語から選択可能。五段階の音量レベルにより、音声をはっきりと聞き取ることができ、どこでも使用可能。デフィゴエ s には、毎日、毎週、毎月のセルフテストがあり、AED が使用可能かどうかを判断するのに役立ちます。機器を取り出さずに使用できる AED キャリーバッグが付属しています。 救急箱収納部、AED 電極ソケットを水や埃から守る安全な収納部、夜間使用時の反射板を装備しています。デバイスに付属するコンピューターソフトウェアデヒソフトは、デヒゴエス使用中にアクセス可能なイベント発生時刻、説明、患者の心電図などのステータス情報を表示し、プロンプトの言語や音量もコンピューターソフトウェアで変更可能。AED デヒゴエスを見てみましょう。 通信ポート、PC にデータを送信するための赤外線ポート、ステータス LED インジケーター、指示に従うことを助けます。ショックボタン、フル充電時に押すよう促され、赤く点滅します。アウトスピーカー、ガイダンスのプロンプトのために、モードボタン、子供モードまたは大人モードのパワーレンジを選択するため、ハンドキャリー AED を快適に持ち運び、 握りやすくすくるためにオンオフボタンデバイスのオンとオフ AED を PC に接続するため電極ソケット電極を AED に接続するため視覚的な指示はガイドしステップバイステップで助けますデバイスケースは強度が高く軽量で弾力性と抵抗力を備えています 意識がない人がいる場合、まず呼吸をしているか、刺激に反応しているかを確認する必要があります。反応しない場合、すぐに救急車の番号に電話し、病名と場所を伝えてください。胸の動きと呼吸音に注意し、口から空気が出ているのを感じる。人差し指と中指を気管の横の首に当てるか、2本の指を頭骨動脈の上の骨と腱の間に当てて、 負傷者の脈拍を確認する10分以上経過すると脳へのダメージは回復不可能となるためできるだけ早く心肺蘇生を開始し被災者の救命が自分の手にかかっていることを知る心肺蘇生中に血液を動かすには時間がかかるそのため強く早く押して圧力を高め脳に血液を送ることが非常に重要である心臓を圧迫して血液が流れ出る心臓を圧迫して血液が流れ出るように 5センチメートル以上深く押すこと。血液を流すためには1分間に100から120回の圧迫が必要です負傷者を救うために2回の呼吸を準備する1回目の呼吸を1秒間止め胸が上がるかどうかを観察する胸が上がったら2回目の呼吸をする胸が上がらない場合は頭を傾けて顎を上げることを繰り返し2回目の呼吸をする 1>, 1サイクルは10回の胸骨圧迫と2サイクルの換気からなる。呼吸の回数が多すぎたり、呼吸が強くなりすぎないように注意する。胸骨圧迫を続けて、血流を回復させる。30回の胸骨圧迫の後、2回の人工呼吸を行います。デフィゴ5 s a e d の電源を入れると、音声プロンプトに従って会話が始まります。成人用または、 小児用のいずれかのモードを選択する必要があります。プラスチックシートに記載されているように、患者の胸部にパッドを貼るよう指示されます。デフィ・ゴエスが心拍を解析している間は、患者から離れ、触れないように指示されます。患者の胸部から衣服を取り除く。電極の包装を開けてください。電極を保護フィルムから外す。被害者が成人の場合。 電極を右胸胸上げ部と左胸下部に装着します。子供にに電極を取り付けるには、2つの方法があります。子供の体が大きい場合2つの電極が接触しないように大人の位置に電極を貼り付けます。子供の体が小さい場合患者の体が小さく2つの電極が接触している場合1つのパッドを胸の中央にもう1つを背中に置きます。 このようなリズムの場合、心臓が効果的に血液を送り出していないことがわかります。これは知死的なリズムであり、迅速に停止させなければなりません。デフィゴエス s 自動除細動機が心臓のリズムを分析し、この結論に至ると、音声コマンドで赤いショックボタンを押すよう促されます。d e f i エス s デバイスは、心臓に電流を流し、再び心臓に戻します。ショックの目的は、 調整不能な心拍をごく短時間で完全に停止させ、正常に戻るチャンスを与えることです。ベストを尽くし、諦めない。デフィゴエス自動体外式除細動機は、誰かの命を救う機会を与えてくれます。デフィソフト。デフィソフトは、赤外線で送信されたデータの受信をサポートするパソコンソフトです。心電図波の読み上げ、 デフィ・ゴエスの言語や音声ボリュームの設定、記録データの保存を行います。オン・オフボタン長押しで赤外線センサーがオンになる。デフィソフトの言語を選択後、デバイスのシリアル番号を入力し、オン・オフボタンを長押しすると、デフィソフトのデータシステムが起動する。デフィソフトは、デフィ・ゴエスの動作中に記録されたステータス情報タイプ、イベント時間、説明、 心電図波形などを表示します心電計波形のゲインを5、mm 10 mm 20 mm、に設定できます心電図波形の速度は 12.5mm25mm50mm、mm mm、に設定できます。また印刷や保存も可能です。